皆さんこんにちは、ニャロボ TV の美里です。今回の企画はユニクロ GU アイテムで作る真似すれば即おしゃれになる組み合わせです。このチャンネルは皆さんの似合うを届けるために、着こなし方やアイテムの選び方などファッションのノウハウをたくさんお届けしています。ということで、もう春も近づき、皆さんも春アイテムを少しずつ揃えている時期なのではないでしょうか。私はですね、春アイテムを結構買っているんですけど、なんか冬服をちゃんと片付けられずにいて、ちょっと焦っているっていう感じなんですけど、皆さんはいかがですか。今回は皆さんの身近にあるユニクロさんと GU さんで買えるアイテムを使って、真似すれば即おしゃれになる組み合わせを理論とともにご紹介したいと思います。で、春って何気コーデの組み合わせ方難しくないですか。春のカラーを大人っぽく見せるのが難しいとか、あとはこうコーデがマンネリ化しちゃうとか、なんか様々な悩みがあるかなと思います。なので今回はファッション初心者さんの方に向けて、この理論を覚えておけば簡単におしゃれ見えするコーデを作れるので、コーデの組み合わせと合わせてご紹介していきたいと思います。春にどんなコーデをすればいいのかわからないという方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。まず春コーデを誰でも簡単に作れるたった一つの方程式からご紹介します。それはズバリ、トップスとボトムスにおいて、きれいめアイテムとカジュアルアイテムを1対1で組み合わせる、これだけなんですよ。これさえ守っておけば、どんなバッグや靴との組み合わせでもおしゃれ見えするということが今回分かりました。具体的にきれいめアイテムとカジュアルアイテムって何って思うと思うんですけど、きれいめアイテムっていうのはこうフォーマルなシーンで着れるアイテムで、例えば春の王道アイテムでいくと、ジャケットだったりシャツだったりスラックス、こういうのがきれいめアイテムで、カジュアルアイテムはデニム、スウェット、カーゴパンツなどのアイテムになります。ということで、このアイテムはどっちって迷った方は、フォーマルに着ていけるか着ていけないかっていうのをイメージして選んでもらえるといいかなと思います。今回の動画は これからおしゃれしたいとか、おしゃれ初心者さんみたいな方に向けたこうおしゃれ入門編として、今回のこの理論は見つけたので、もっと正直言うと細かいこう素材だったりカラーだったり、そういったところがもっともっと細分化されてある中で、今回はざっくりもう大きく分けた中の理論になるので、これさえね本当に覚えておけば、まずはおしゃれ見えさせることができるので、ここだけはしっかり覚えておいてください。これだけ説明されても、なかなかピンとこないと思うので、実際にユニクロさんと GU さんのアイテムを使ってどんどんコーデを組んでいきますね。はい、ということで着替えてきました。まず今回はきれいめアイテムとカジュアルアイテムをそれぞれ2つずつ用意していて、きれいめアイテムがジャケットとシャツ、カジュアルアイテムがワークジャケットとパーカー、初心者さんでも取り入れやすい4つのアイテムを使って組み合わせを紹介していきます。ということで、きれいめ部門からジャケットをチョイスしました。こちらはトレンドです。絶対ジャケットは1着持っておくべきだなって思ってチョイスしたのと、 GU さんのアイテムなんですけど、これ実はメンズアイテムで、なんで私がこれをメンズを選んだかっていうと、レディースのジャケットコーナーにあるアイテムが結構ぴったりサイズ、本当にリクルート感だったり仕事着感があったので、日常使いってなるとなんかサイズ感があんまりおしゃれ見えするのとは程遠いみたいな感じだったので、あえてこうメンズのアイテムを着てちょっと身幅にゆとりを持たせるような形でアイテムをチョイスしています。はい、ということで、まずはジャケット、きれいめアイテムを着ているのでボトムスにはカジュアルアイテムを持ってきます。はい、でまず1冊目はこちらデニムですね。デニムは多分皆さんお持ちだと思うんですよ。これはもうジャケットとデニムでどんなデニムの形でもおしゃれ見えするので、この組み合わせはみんな覚えておいた方がいいかなと思います。はい、あとシューズなんですけど、先ほどきれいめとカジュアルのこの組み合わせ1対1できれば何でもバッグだったりシューズは合わせていいよって言ったと思うんですけど、今回もなので足元は結構カジュアルになりがちなスニーカーを履いています。スニーカーとデニムって結構間違うとカジュアルすぎたりとか、なんか子供っぽくなりすぎたりとかあると思うんですけど、このジャケット1個あるだけで結構きれい見えというか、組み合わせとしてバランスがきれいに取れてるかなと思います。はい、ということで続いてはカーゴパンツに着替えてきました。いかがですかね。はい、こちらもザ・カジュアルアイテムの1個でもあると思うんですけど、カーゴパンツは結構今年も流行ってますよね。で結構このシャカシャカ素材のナイロンアイテムが結構流行ってるので、そういったスカートとかのシャカシャカナイロン素材とジャケットっていうのも、きれいめ対カジュアルのこの理論がとっても相性いいので、ぜひ合わせてみるといいかなと思います。
こちらもシューズもね、スニーカーでもしっかりと馴染んで、そこまでカジュアルになりすぎずいいかなと思います。はい、ということで続いてはこちら、スウェットパンツを合わせてみました。一見ちょっとね難しいよと思った方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり今年どこのブランドさんでもスウェットパンツが出ていてトレンドなので、ぜひトレンドも知ってほしいと思って今回選びました。やっぱりこのジャケットっていう、もう切れ目の中でもより切れ目ランクが高いジャケットとスウェットパンツ合わせるとどうですかね。もうこれだけでおしゃれ見えというか、難しいパジャマっぽく見えがちなこのスウェットパンツも、このジャケットのおかげで綺麗なバランスに収まってるかなと思うので、今年こそスウェットパンツチャレンジしてみたいという方、ぜひこの組み合わせ参考にしてもらえればいいかなと思います。で、あとさっきからスニーカー足元に合わせてるんですけど、スニーカーじゃなきゃいけないってことではなくて、さっきもお伝えしたようにきれいめなこうパンプスだったりとかブーツとも相性いいので、ここは好きな足元に変えてもらったりとか、きれいめとカジュアルのこの一対一さえ守っておけば、足元はどんなものを合わせてもきれいにまとまるので、あとは好きなものをチョイスするといいかなと思います。はい、続いてはこちらのもう春の定番アイテムであるシャツですね。こちらは薄い素材なんですけど、ちゃんと張り感もあるっていうところでとってもいいなと思ったのと、このカラーもすごく春らしさがあるから選びました。はい、ということでシャツが切れ目アイテムなので、ボトムスはカジュアルアイテムにする必要があります。まず一つ目はこちらですね、デニムを合わせてみました。いかがでしょうか。もうシャツとデニムっていう、もう定番アイテムなんですけど、この子たちは切れ目アイテムとカジュアルアイテム要素があるので、もうとっても相性がいいお二人なんですね。なのでこちら合わせてもらって、さっきはシューズがスニーカーでカジュアルだったんですけど、こういったローファーとか切れ目なあの小物のバッグも入れてもすごく違和感なくまとまってるかなと思います。はい、ということで続いてはカーゴパンツと合わせてみました。シャツが切れ目、カーゴパンツがカジュアルアイテムって感じですね。はい、いかがでしょうか。やっぱりさっきと同じようにジャケットが切れ目だったあのコーデと同じように、カーゴパンツも結構カジュアルなアイテムですが、カッチリとした張り感のあるシャツを着ることでコーデにまとまり感が出るかなと思います。はい、ということで最後はこちら、スウェットパンツを合わせてみました。いかがでしょうか。はい、で大前提なんですけど、やっぱり先ほどのデニムとカーゴパンツ、この2つと比べるとスウェットパンツっていうのはかなりカジュアルアイテムなので、合わせるのは難しいかなって思うんですけど、今回は結構流行ってるんですよ。冒頭にも言ったんですけど、スウェットパンツっていうのはどこのブランドさんでも出ているので、お伝えしたいと思って応用編的な感じで見てもらえればいいかなと思います。でスウェットパンツにぜひ今年チャレンジしてみたいと思ってる方は、サイズ感っていうのをしっかり重要視してもらいたくて、ピタピタってなると体操着みたいになってしまうので、程よいこういったねゆとり感っていうのを出るサイズ感を選んでもらえると綺麗に着こなせるかなと思います。はい、続いてはカジュアル部門でこちらワークジャケットを着ています。こちらユニクロさんのユーティリティジャケットってやつですね。でこのジャケットはトレンドであるワークだったりミリタリーだったり、そういったテイストとすっごく相性がいいので、今年持つべき一着かなと思ってこちらを選びました。ということで今回はトップスの方がカジュアルアイテムなので、ボトムスを切れ目アイテムにすることを意識しましょう。ということで今回は、はい、こちらですね、スラックスを合わせております。いかがでしょうか。切れ目アイテムの定番でもあるこういったね綺麗なラインの入ったスラックスパンツをチョイスしています。ボトムスがこういった綺麗めなスラックスであればワークテイストなトップスだと思うんですけど、こういったアイテムでも綺麗にまとまり感が出るかなと思います。ということでこれちょっと補足ポイントなんですけど、さっき何でもこう小物だったりとかシューズ合わせられるよ、何でもテイストいいよって言ったんですけど、ここで革小物の色カラーを合わせるとよりコーデのまとまり感が出るので、もしもいやそれでも何を合わせていいか分かんないという方は、シューズとバッグの色を合わせるということを意識するとよりコーデがまとまり感あっておしゃれ感も出るかなと思うので覚えておいてください。はい、ということで続いてはこちらです。トップスはワークジャケットでカジュアルアイテムで、ボトムスの方がウールではないんですけど、しっかりこう張り感だったりツヤ感があるスカートっていうところを合わせて、カジュアルと切れ目のバランスをしっかり取れているかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、で今回のコーデのポイントなんですが、もうスカートは普段履いてますと、そういう方がちょっとトレンド感を出したいっていう方は、もうこのワークジャケット、
これを取り入れるだけで簡単に今っぽさ全開のトレンド感あふれるコーデになるので、ぜひ試してみてください。はい、ということで続きましてこちらワンピースを今回は合わせました。ワークジャケットがカジュアルアイテムなので、きれいめとしてワンピースをチョイスしています。こういったきれいめなワンピースをお持ちの方は、今年トレンドのミリタリーなこういったねジャケット、ワークジャケットを取り入れることでコーデが一気におしゃれ感、トレンド感、今っぽさが出るので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、最後はこちらパーカーです。こちらはもう GU さんのもうみんな知ってるんじゃないかなと思うぐらいバズっているアイテムですよね。私も激推しのパーカーです。なんといってもこれね、肉厚素材であることと、あとはこのねちゃんとねフードが立つっていう、これ素晴らしいんですよ。なのでこれは絶対皆さんチェックしてもらいたいなと思ってます。ということでパーカーがカジュアルアイテムなので、下に合わせるものはきれいめアイテムにします。はい、では最初ははいこちら、はい、スラックスを合わせたコーデになります。いかがですかね。このザカジュアルじゃないですか。皆さんももうカジュアルな印象が強いパーカーだと思うんですけど、一個ねパンツをきれいめなアイテムを入れることで、どうですか、バランスもそこまでカジュアルな人ってならずに、小物もあのシューズはねローファーできれいめですけど、こうエコバッグのような素材でカジュアルなアイテムでもどうですか、全体のバランスそこまで崩れることなく、きれいにまとまり感があるかなと思います。はい、ということで続きましてこちらです。カジュアルなパーカーに合わせてきれいめなスカートを合わせています。はい、やっぱりねこういったスカートを普段履く方って、なかなかこういったもうボーイッシュな、まあ、カジュアルなパーカーって着ないと思うんですけど、いかがですかね。なんかそこまでなんかめちゃめちゃボーイッシュになってるかっていうと、そこまでいってない気がするんですよ。なのでちょっとチャレンジしてみたいな、新しい自分に出会いたいなみたいな人は、ぜひこういったカジュアルなパーカーもいいかなと思います。バランスもよく着こなせると思います。あとやっぱりトレンド、もう何回もしつこく言っちゃって申し訳ないですけど、トレンド感っていうのもこのパーカーを入れることで、カジュアルっていうのが今年ね本当にトレンドなんですよ。なのでパーカーを入れるだけで、いつもお持ちの皆さんがね持っているもうスカートにパーカーを入れるだけで、もうトレンド感、今っぽさが出るので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、続いて最後はこちら。はい、はい、ということで今回はきれいめなワンピースにこのカジュアルなパーカーをただ羽織るだけ、これだけでワンピースがスカート要素になってくれて、カジュアルときれいめのミックス1対1の理論がしっかり果たせて、まとまり感のあるコーデができます。でなんかその意外だと思うんですよ、ワンピースにこれ上から着るっていうなかなかないと思うんですけど、こうワンピースって1枚すごく印象が強いから、いつも同じの着てるって思われちゃうんじゃないかなってちょっと思ってる方は、こういったもう上からポッと羽織るとスカート見えするので、もしワンピースでもうなんかずっと着てて着なくなってるものがあるみたいな方は、こうやって上からポッと羽織るだけでトレンド感のあるコーデになるので、ぜひちょっと感想覗いてみてください。はい、ということでパーカーですね、ザ・カジュアルアイテムっていうところで、なんかこう着こなし方間違えると子供っぽくなるとか、カジュアルになりすぎだらしなくなるみたいなお悩み結構皆さんお持ちかなって思うんですけど、もう今日お伝えしたボトムスにきれいめなアイテムを持ってくる、これだけ押さえていただければ、おしゃれ見えしてもうトレンド感も押さえてコーデが組めるので、ぜひチャレンジしてみてください。ということでいかがだったでしょうか。コーデのメインであるトップスとボトムスの組み合わせさえ習得していれば、毎日のねコーデを組む手間だったり悩む時間を削減できると思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ということでこの動画が参考になったよという方は、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また温かいコメントも大歓迎です。私が全て返信します。あとインスタとウェアもありますので、ぜひ覗きに来ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ニャオラボ TV をご覧の皆さん、ニャオラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか。 ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、 ZOZO 独自の AI とプロのスタイリストがあなたのニャオを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。